速報中日ドラゴンズ、アルモンテ獲得へ。中日が2018年から3年間在籍したソイロ・アルモンテ外野手33の再獲得に向けて本格調査をしていることが分かった。半分しか出れなくてもガーバー引くよりはええよな。2割8分10近く流行るやろし。もう3つ案ぶっこんじゃったよ、外国人再獲得やめえや。MLB でも長打打てそうなのは希少だから余ってないんだろうな。だからアルモンテなんだろう。わざわざ自分で外国人見に行くらしいし、最終手段よ。アルモンテがヒゲなしになる可能性。よく考えたらそれっさ。ハズレスケットばかり引いてる他球団のシフトが止まらない。正直半分しか出れなくても打率3割近く残すスケットってもうコロナの後じゃ取れないんだろうな。怪我が治ったから再獲得何か変ですか？どの程度の年俸で取る気なんかね。格安でサブでもええわぐらいなのか。怪我離脱も織り込み済みやろ。育成もしなくちゃならんからアルモンテ半分ぐらい追ってくれればええやろの精神。なんやトウスポかよ。調べたらソーストウスポかよ。話半分やね。トウスポ以外のソース見当たらんけどほんまかいな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。